九州電力はこの夏の厳しい電力事情の予想に節電への協力を呼びかけました。できる限りの節電にご協力いただきますようお願いいたします。九州電力は来月1日に需給逼迫対策総本部を設置します。これは最大電力需要に対して供給できる電力量の割合を示す指標が 7% から 10% が一般的とされるのに対して、この夏は 3% 後半から 5% 台にとどまり、ここ数年で最も厳しい見通しを受けたものです。また九州電力は電力需給対策として定期検査中の玄海原発4号機で来月10日から発電を再開する予定としています。